来たか。やっと、やっと復讐できる。私にはあなたにそこまで恨まれる心当たりはございません。いい加減事情をお話ししていただけないでしょうか。恨まれている理由も分からずに戦うことはできません。いいだろう。お前は我の時間を奪った。時間ですか。しかり、お前のせいで我は黒影様から引き離されたのだ。どういうことですか。幼少時に両親を失った我は黒影様に育ててもらった。本物の家族のように。黒影様や仲間と共に過ごした日々は我にとってはかけがえのないものだった。しかし、ある日突然に大老財閥は我を黒影様の元から奪ったのだ。大老財閥が村雲さんを。我の遠縁が経営しているとはいえ、それまで疎遠だった財閥が急に我を奪った理由、それがお前だ。私が。大老財閥には優秀な跡取りがいなかったのだ。だからライバルである鳳凰財閥を真似たのだ。鳳凰財閥が優秀な忍びであるイカルガを迎えたように、大老財閥は我を財閥に養女として引き入れたのだ。なるほど。だから村雲さんは私を。お前が幼女の話さえ受けなければ我は黒影様のもとにいられたはずだ。八つ当たりと笑いたければ笑え。それでもお前が原因であることに変わりはない。黒影様のもとに戻ろうとは考えなかったのですか。何度も試みたに決まっている。だがやっと戻れた時にはもう遅かった。遅かった。もはや議論の余地なし。我は復讐するのみ。私が恨まれている理由は分かりました。大切な人と引き離された悲しみも分かります。でも私も黙ってやられるわけにはいかないのです。イカルガ舞い忍びます。任務開始。私には課題が。やりますわね。みなぎる。遅い。いいものですね。よしと百連戦と。いいものですね。クラスいいんですから。百連戦突破。ここまででいいものですね。やっと突破。遅い。やりましたわ。いいものですね。いいものですね。いいものですね。できる。
貴様が相手か。絶
秘伝忍法ヒエン来なさい。ゼッカホーセン、試し切りさせてもらう。貴様が相手か。秘伝忍法すみませんでした。クラスインですもの、このくらい当然ですわ。私の勝ちですね。我が負けた。嫌だ、こんなの、こんなの嫌だ。村雲さん、あなたは私を恨むより他にするべきことがあったはずです。するべきこと？それは大切な人と共に過ごすということです。失った時間は取り戻せない。取り戻せないからこそ残った時間を大切にしなくては。そうだそうだね。恨みを晴らしたところで残された時間が増えるわけでもないのに。我は黒影おじいちゃんともっと一緒にいたい。それだけが望みだったのに。なんでこうなっちゃったんだろう。村雲さん、我の負けです。これ以上長く戦っても意味ないよ。アスカさん、あとはあなただけ。あなたが勝てば半蔵学院の勝利です。気が緩んでいたようです。これも修行の成果です。新しい技をひらめきました。